どうも皆さんこんにちは、小塚です。小塚のラジオ第2回、早速始めていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで前回第1回のご挨拶のね、ちょろっとしたラジオを上げさせていただいて、お台箱も一緒に付けさせていただいたんですけども、そしたら結構皆さんお便りを送ってくださいまして、誠にありがとうございます。いや、こんなにお便りいただけると思ってなかったし、そもそも今これ撮ってる段階でラジオの第1回の再生回数100回超えてて、僕実際最初のラジオとか30回再生されるぐらいかなみたいな思ってたんですよ。でもそんな再生していただけるんだと思って、めちゃめちゃ喜んでます。まあでも、それの分皆様にもっと面白いものを提供していきたいなと思いますんで、ぜひ皆様もお便りだったりとかいろいろ送ってください。はい、ということでね、早速お便りコーナーをやっていこうと思うんですがね。はい、ではまずこちらのお便りです。ラジオネーム目指せ大爆笑さん、ありがとうございます。コピーさんこんにちは。こんにちは。まさかまさか、コッピーさんが YouTube 解説なんて、驚いて家で叫んじゃいました。家で叫んじゃうな。うわーつって。今声割れたな、絶対。はい。ラジオのメール、じゃんじゃん送らせていただきますね。うわー、ありがとうございます。ところで、私の中のコッピーさんのイメージが、料理のうまいお兄さんなのですが、おー、いいね。最近の一押しレシピがあったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。最近のね、一押しレシピ。最近ちょっとさ、やっぱりスーパーに行く日にちをちょっと減らした方がいいみたいな感じでさ、買いだめ、3日分ぐらいの買いだめをして、その食材をこう使っていく感じなので、あんまりね、こう、なんて言うんだろう、凝った料理とか、美味しさにこだわった料理っていうのがあんまり作れてなくて、なのでそれよりちょっと前になるんだけど、結構ハマってたっていうのか、トマト缶でチキンを煮込むやつですね。あれね、トマト缶を野菜と一緒にこう煮込んで、そこに別で焼いたチキンを入れて一緒に煮込むだけみたいな感じなんですけど、結構アレンジが効かせられて、赤ワイン入れて香りつけてもいいし、ニンニクちょっと多めにしたりしてガーリックテイストにしてもいいし、本当にね、いろいろ工夫ができるやつなんですよ。コンソメ入れたりしてもいいし。で、結構そのちょっとした工夫が味が結構大きく変わるんですよね、トマト缶の料理っていうのは。なので、そういったところでいろいろちょっと工夫して、今日はこういう感じ、今日はこういう感じって言って味をちょっと変えてやってました。そちらのね、トマト缶のチキン煮のレシピ、まあ今度料理スタジオとか借りて実際になんか作って動画上げられたらいいななんていうふうには思ってますんで、ウイルス落ち着いたらぜひそういうのもやっていこうかなと思ってますんで、その時はぜひチェックしてください。はい、ということで目指せ大爆笑さん、お便りありがとうございます。はい、次のお便りです。コッピーさんこんにちは。こんにちは。お芝居じゃない普通におしゃべりしてる声が聞けて、すごく白箱が懐かしくなりました。あー、懐かしいよね、白箱。ゲーム実況を考えていらっしゃるとのことで、まだリリース前で規約がわからないのですが、できれば新しいアプリをプレイしていただけたら嬉しいです。これからも同じお楽しみにしております。あー、ごめんなさい、こちらのアプリはちょっとできないやつだー、ごめんなさい。名前も伏せました。ごめんなさい。はい。やっぱりゲーム実況、特に日本の、ゲーム会社さんっていうのはすごく、結構、規約をしっかりとされているので、そういった権利の部分とかも難しいゲームが結構多くてですね、ちょっと動画にできないものっていうのが多くなってしまっているんですけれども、このね、ふるるるるのアプリね、やってんだよね。やってんだよ、これ。うん、ごめんなさい。やってます。プライベートでやってます。はい。
いやでもね、ゲーム実況できればやっぱり皆さんがこれを見てみたいなっていうのをやっていきたいなとは思うんで、あの規約とかが分からなくてもぜひ皆さんからはご要望としてこうバンってこう投げていただけると、あこういうのを皆さん見たいと思ってくださってるんだなっていうのは僕の方で学習していきますんで、ぜひ投げてください。っていうかね、やっぱり白箱ね、ご存知ない方はいらっしゃるかもしれないんですけども、阿佐ヶ谷にあったアニメコラボカフェ白箱、新人声優が働くカフェだったんですけれども、いやお客様とねこうやって気軽にお話ができる場所だったんですよね。いやー白箱楽しかったよね。気軽にお話もできるし、ステージでね朗読だったりセリフだったり歌だったりっていうのを気軽にできる場所だったので、僕らとしてもとてもスキルアップにつながったし、やっぱり肝が据わったよね。肝が据わった。だってなんか割と大きい箱とかだっても全然緊張しないもん、あんまり。もともと、いや多分俺ね、もともと緊張しいだと思うんだけど、白箱を立ってから、本当に緊張しなくなったと思う。うん。白箱のね、最初のオーディションの時とかは、もうめちゃめちゃ緊張してて、ステージ終わった後ももうバックバックで、すれ違う時に、なんか次の、オーディション受ける人が同じ白箱の2期生に入っていた河合まりちゃんだったんですけども、その河合まりさんに頑張ってくださいって言ってすれ違ったらしいんですよ。でもそれもう僕全然覚えてなくて緊張しすぎて。なんかね、そんなこともありましたけども、白箱でたくさん経験させてもらって、技術的な面もそうですけど、精神的な面っていうのもかなり得られたものが大きかったですね。うん、みんなにも会えたし、本当に今でもやっぱりいいねしてくださったりリップくださったりする人っていうのはもうパッと顔が浮かぶし、この人とこういう感じで絡んでたよなみたいなのもね、たまにやっぱり思い出すんですよ。いやー、ああいうのがまたできたらいいけど、まあ、なかなか難しいかもしれないですけど、ぜひね、なんかイベントとかで接触系のイベとかが僕ができたら、ぜひ会いに来てください。多分覚えてると思います。あなたのことを。多分ね。はい。ということで、お便りありがとうございました。はい。では次のお便りです。ラジオネーム、カニさん。ありがとうございます。こんにちは。YouTube チャンネル開設おめでとうございます。ありがとうございます。私は引きこもっています。多分そろそろ宿狩りになります。こういうの。こういうのめっちゃ好き。ラジオネームカニさんが引きこもりすぎて多分宿狩りになる。いや面白いね。うん、宿狩りでもなんだろう、レベルアップしてないそれ、宿狩りって。いやしてないのかな。カニの方が美味しいか、中身が。美味しさの問題わかんないけど、まあでも防御力は上がってますね、絶対に。うん、多分強いよそれは。はい。このご時世なのでコンビニやレストランに行くこともはばかられ、そうだよね、母と献立決めに頭を抱える日々です。うん、最初は意味もなく凝ったものを作ったりしていたのですが、正直飽きてきました。最近は鍋かスープばっかりですが、それもネタ切れが近づいています。そこでぜひ最近の小塚さんのおうちご飯を教えていただきたいです。参考にさせてください。かっこ、こういった状況下でも楽しめるコンテンツを提供していただけて本当にありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。そうやって楽しんでいただけるような気持ちで見てくださることが本当にありがたいです。どうか お体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。カニさんもお体お気をつけて宿狩りになってください。はい。ということで、お便りの中身の、お料理なんですけれども、そうだな、さっきも言ったようにやっぱり買いだめがメインになっちゃってて、3日分の食材を買うっていうのはさ、なかなかさ、なんつうんだろう、食材の幅が効かせられないわけよ、一人暮らしだと。やっぱり白菜4分の1買っちゃうと、それでね、もう 2日分ぐらいになっちゃうから、それありきで他の食材を買ってっていう風になっちゃってるので、ちょっともしかしたらご家族と暮らされている方には参考になりにくいのかもしれないんですけど、僕の場合、じゃあまず、冷凍できる食材にしようとか、
っていうところから考えていくので、最近本当に白菜をめっちゃ買ってます。白菜冷凍しちゃうとちょっとしなってなるんだけど、調理も簡単だし、冷凍もしやすいんで、僕はすごく、頼ってるんですけども、白菜と、人参と、あとほうれん草とか、で、チキンと一緒に、クリーム煮みたいな感じで牛乳でこう煮込んだりして、コンソメ入れるだけで味もつくんで、で、まあ、胡椒とか、スパイスとかでこう、適当に味付けすれば、全然いい感じになるので、なんか軽くシチューみたいな感じになるんですよ。なので、白菜のクリーム煮、結構おすすめです。スープ系ですね、これは。あ、でもスープ系今、ネタ切れに近づいてるって、カニさんおっしゃってるので、いやーなんだろうな。やっぱり、トマト缶それに限るんじゃないですかね。いやーでも、やっぱり野菜炒め系が多いかもしれない。ビタミンをいっぱい取りたいんで、野菜をたくさん使いたくて、キャベツだったり、白菜、あと油揚げも一緒に入れたりして、野菜炒め作ると結構美味しいんですよね。醤油とかで味付けして。和風の野菜炒めにすると、油揚げとか白菜っていうのはすごいなんかこう際立つ気がして、とても、美味しく思います。鶏ガラと、麺つゆと、まあ、お酒と醤油みたいな。で、砂糖と塩でちょっと味整えてみたいな感じで、和風の野菜炒めとかすごく美味しいです。おすすめです。はい。こんな感じで、具体的な、料理のレシピではないけれども、こんな感じでよろしいでしょうか。はい。ということで、次のお便りに行きたいと思います。カニさんお便りありがとうございました。はい。次の方です。ラジオネーム、岸田さん。アマゾンのベゾスは、米国のあの有名な絵本作家の言葉を引用した上で株主への手紙を結んでいる。良くないことが起きた時、人には3つの選択肢がある。振り回されるか、壊されるか、あるいはそれを糧に成長するかだ。ドクター・スース、みたいな好きな名言について語ってください。ということですね。岸田さんからありがとうございます。好きな名言。名言難しいね。名言ってこういろいろあるじゃないですか。方向が哲学的だったりとかいろいろあると思うんですけれども、僕はなんかこう長い名言とかっていうのはあんまりこう誰かの名言が好きでこう心に留めてますみたいのがなくて、ただ、非暴力非服従っていうのは大切なことだなというのは日頃思っていて、ガンジーの言葉ですよね、確か、うん、確かってそのはず、ガンジーのはずなんですけれども、そういったガンジーの非暴力非服従とかっていうのは世界平和に向けて絶対に必要なことになってくるんじゃないかなと思ってるので、その非暴力っていうのは単純に物理的な暴力とかじゃなくて、心とか言葉の暴力っていうのも含まれてくると思うので、なんかそういう優しい言葉をなるべく使うようにしようとか、隣人に優しくするみたいなね、隣人を愛するみたいな感じのことが大切なんじゃないかなっていうのは日頃から頭に入れていきたいなとは思ってますね。はい。あとはそうだな、マザー・テレサの、あれだな、愛することと反対のことは無関心ですみたいな言葉が確かあるんですけれども、そちらそれもすごくそうだなっていうのは感じて、なんて言うんだろう、街行く人だかだったりとかも無関心、全く無関心な状態ってその人の存在とかをあんまりこう認識してないようなね感じがするなっていうのは、その言葉からはっと気づいて、ちょっと困ってそうな人がいたりした時に、あれなんで困ってんだろうとか、こうなんでちょっと辛そうにしてんだろうとかっていうのをちょっと考えると、ちょっとなんかこう声かけた方がいいかなって思ったりとかっていう瞬間があるので、そういうのでなんか小さな行動でもできたらいいなっていうふうに日頃から考えて動いております。はい、その2つかな、ガンジーとマザーテレサという、ちょっとなんかどちらも別の宗教だけれどね、
まあでもそういう哲学の言葉っていうのは宗教が違ってもどの宗教の人でもすごく真理をついているというかね、本当にいい言葉が多いなっていうのは思うので、僕小学校とか中学校の時になんか絵本型になってる歴史の本みたいなやつがあったので、それで結構いろんな人のやつを読んだんですよ。なんだっけ、ほら、いや名前が出てこないあ、もういい、名前が出てこないんでやめますこの話は。はい、そういう感じで、好きな名言は、非暴力非服従と、なんだっけ、愛することと反対のことは無関心なことみたいなやつですみたいなやつって全然覚えてない時点で好きな名言って言えない気がしますけど、はい、その2つです。ということで、岸田さんお便りありがとうございます。はい、ということで次のお便りいきたいと思います。コッピーさん、こんにちは。こんにちは。新井さんが LINE ライブで電話出演したいとおっしゃっていたのでぜひ一緒の動画を作っていただきたいです。新井マジか。アラちゃんね、僕が、舞台のスターダストインフェルノですとか、デストロード9という作品で共演した新井裕二くんという役者の友達がいるんですけれども、LINE ライブで出演したいって言ってくれてたの。嬉しいね。ぜひ、一緒にラジオとか撮ってみたいな。複数人のラジオやりたくてね。一人語りだとさ、やっぱり、一人で話してるからなんかね、自分で笑ってこうスンって終わっていく感じとかが寂しいタイミングとかもあるんですよ、やっぱ。だからね、一緒に会話できるのはすごく嬉しいですね。ちなみに安倍総理のモノマネをするサンドイッチマンの伊達さんのモノマネで出たいって言ってましたやめろお前、そんなモノマネせずにね、そのままのアラちゃんで出ていただきたい。うん。そうですね。こんな情勢ですが、お体にはお気をつけてお過ごしください。ということで、ありがとうございます。アラちゃんとラジオ、ぜひ撮りたいな。でもラジオって遠隔で撮るときどうやって撮ったらいいんだろうな。スカイプとかで撮ればいいのかな。なんかやり方が、ちょっと初心者すぎてわからないんですけど、ちょっといろいろ試行錯誤して挑戦してみたいなと思います。はい、ということでこんな感じでお便りたくさんありがとうございました。皆様、次回のラジオは何をしようかなと考えておりましたけれども、ちょっと思いついたらツイッターでお題と、お便り箱で募集を始めるので、ぜひそちらに投稿していただければと思います。まあ、それ以外にね、雑談とかでも全然 OK なので、ぜひ気軽に今後ともお便り送ってください。ということで、第2回、小塚のラジオ。この辺で、お別れのお時間でございます。皆様、寂しいとは思いますが、ここまでお付き合いくださり、誠に。ありがとうございました。雰囲気ぶち壊し。